まあそう今日も京都とという,う感じだったでしょうかね。まあ、今日も、まあ、僕のこの東京でのね出来事みたいなものもお話、えー、できるかなとは思うんですけれども。まあ,あいにくね、えー。あいにくやっぱり東京というのは変わった人たちの住む場所なんだと。あーまあこれあの 僕の配信を見てる人っていうのは大体こうあれなんですよねあの関西弁に馴染みがある方が多いということなんで、えー、もしかしたら、まあ、関西圏の人はわからないかもしれない東京なりのままをね、えー、現地からお伝えしようということで、えー、ただ一つだけ最初にあのご報告しておきたいと思います今日の、えー、東京のクズコーナーなんですけれども今日の東京のクズコーナー、えー、見事本日は0人ということでおめでとうございます東京都民の皆さんおめでとうございます 初めてですね、抑えられましたですね。えー、初日二人ね、ね、えー、そして、えー、昨日に関しては一人、ということでね。まあ、昨日、昨日に関してはも,もうちょっと予備軍みたいなものですけど、予備軍のビートタク,タクシーっていうね、えー、ビートタクシーさんっていうのもいらっしゃいましたが、本日はなんと、ー東京都民皆さん胸張ってください。今日はいませんでした。え、ね、いやーよかったですね、まあ。変わった人はやっぱりでもそれでもいたんですけれどもね。ま、あ何にしても、本当にあれですね。 人間って生きているだけで疲れるもんですね。ああ、快進撃ですね。ここから快進撃が始まるかもしれませんね。ウィードタクシーさんのことで言うとね。うん。良かった、良かった、良かったですね。ほんとね。平均、そう、一日平均はね、一人なんですけど、なかなかちょっとこう、ピークタイムをね、超えて、やっと今日で落ち着いたのかなっていう。 ところで、安心して来てください。はい。あ、来たらダメなんでしたっけあ、ダメなんでしたよね。確かね。ちょっとよくわかんないですけどね。はい。<laughs> 今日もタクシーを乗らせていただきましたよ。ちなみに。まあでも本日で、一応こういうお話をするのも最後になるのかなと。東京の現状はあ、本日でご報告できなくなるという。前に接種しました。ちなみに今わかったことなんですけれども。